it's Rosie. And welcome back to part 3 of Famicom Detective Club, The Missing Heir. Now in part 2, we did uncover a lot of things. We've learned that Konji was murdered and that a warrant is out for Kira's arrest. So, we'll just get started on this video. 遺言公開直後に突然の死を遂げた綾代商事会長、綾代菊の調査の最中、相続関係者である菊の甥、綾代幹事が殺害された。不意をついたような殺害手口から、身内による犯行が有力視され、幹事の息子、明が有力容疑者として指名手配となる。歩みの調査によれば、菊、さらに幹事の死によって、綾代商事での実権を手に入れた次郎は、思うがまま会社を牛耳っているようだ。Yep, so now Jiro has full control of the company. Jiro さんに話を聞こうと、綾代商事に来てみたもの。Okay, so now we're in a different setting. Now we're in Ayashiro Corporation. 約束がないと会えないって断られてしまった。習い客には応じないってことか。なら、ひとまず通りかかった社員に聞き込みをしてみよう。Okay. Let's examine everything first. 話を聞いてくれそうな人がいるといいんだけど。Oh. この人はどうだろう。話しかけてみよう。はい、何か。Hello, sir. お忙しいところすみません。僕は宇津木探偵事務所の者なのですが、少しお話を聞かせていただけませんか。探偵事務所。はい。そうですね。お答えできる範囲であれば構いませんよ。ありがとうございます。About Jiro. 綾代次郎さんはどんな方なんですか。社長とは正反対のうちに強さを秘めた方です。それにとても冷静な方でして、社長が亡くなられた時でもほとんどうろたえた様子は感じられませんでした。 It's like he was expecting it to happen. Do you know about Kanji? 本当にお気の毒なことでした。やっと新しい計画のめどがついたところでしたのに。Tell me more about the company? 綾代商事は今後どうなるのですか？会長と社長が亡くなられて、専務をはじめとする役員たちの手で運営されます。What do you know so far? 他に何か気がついたことは？あ、そうだ。お客さんを待たせてたんだ。Do you know anything more about Jiro? 社長と専務は会社内で対立していたということですが。ちょっと妙なことを言わないでくださいよ。そんな質問に答えられるわけないでしょう。Are you afraid you're gonna lose your job? Let's examine him. 人当たりが良さそうな感じだ。Tell me more. 妙な質問には答えられませんよ。Okay. I guess we'll talk to Jiro now. 急な来客には応じないだろう。Ask him about more things? All right, about Kanda. 当社の相談役ですよ。役員たちからも一目置かれている、とても優秀な方のようですね。
すみません、お客さんを待たせてますので、もうこれくらいで勘弁してください。 OK, thank you. 行ってしまった。 He left. Counter? 受付カウンターだけど、約束がないと会えないって断られてしまった。急な来客には応じないって。He's delaying further investigation. Receptionist? Ayashiro Shoji Kabushiki Gaisha と刻まれている。 Kiku さんは会長を、 Kanji さんは社長を務めていたわけだ。中に入るわけにはいかないな。 Let's just go up. Who cares what they say? Fire hydrant. 押したくなるけどダメだ。押したくなるけどダメなんだ。 I'm like that too. Customer? 客同士で何か話をしているようだ。客同士で何か話をしているようだ。きちんと世話されているのか、みずみずしい姿を保っている。 Okay. How about this door? Nothing? さすが八代商事、立派なロビーだ。照明が眩しい。 Ashtray. 灰皿が置かれている。仕事の合間に一服する人たちもいるんだろう。どうして何か話をしている声が聞こえる。 Are you gonna overhear their conversation? No. Nope. 何を話しているんだろう。 Oh. しかし、なんですね。ここの専務も危ないところでしたね。まったくですな。あの社長の計画がもし実現しておれば、今頃は専務としての立場すら危うかったでしょうな。正直なところ犯人には感謝してるんじゃないでしょうかね。And that is why you should never talk about people's businesses in public. People can hear you. 誰かに聞かれますよ。 Too late.I heard it. Too late. Can we talk to them? さっきの人が言ってしまったな。Oh. さっきよりも小声で話しているから聞こえないや。しかし社内での次郎さんの立場が。Right.さっきの社員が戻ってきたぞ。客との相談が終わったのかな。パッケージ。Hey! Get back here, sir. すみません。もう少しお話を聞かせていただけませんか。あなた、まだいらっしゃったんですか。今、仕事中なんですけどね。Please, sir. I heard about these rumors.社長と専務のことですが。ちょっとやめてくださいよ。専務の耳に入りでもしたら。What if he hears us and? な、専務、おはようございます。おはよう。ジェロ。専務、こちらが申しておりました書類でございます。なあ。その書類は私の机まで持って行ってくれ。かしこまりました。それでは失礼いたします。ところで、なんだね君は、こんなところまで来て。すみません、どうしてもお話を伺いたくて。まったく、
官邸だがなんだか知らないが、相手をしてやることを感謝してほしいよ。I heard of these rumors, Jiro. 失礼ですが、社長との関係について良くない噂があったようですね。誰から聞いてきたのか知らんが、仮にそれが本当のことだとしてもどうだって言うんだ。It's just fishy. 今後、怪代少女はあなたをはじめとした役員で動かしていくそうですね。君に会社のことを心配してもらわなくても結構だ。Is Tanda here? またそんなことを聞くためにわざわざやってきたのかね。ご苦労なことだ。I'm just curious. 私は忙しいんだ。つまらないことに付き合わされていい目。Oh.Examine him. なんだね、ジロジロ見ないでくれたまえ。I'm looking at you. Tell me, what do you know? アキラさんが容疑者ということになりましたが、そのことで何か気づいたことはありませんか？やつが何をしようが私の知ったことじゃないね。今さら犯人が誰であろうと関係ないね。But I thought he wanted to kill the murderer that killed Kanji.I thought he cared. Kanji さんのことですが、兄さんはもう死んだんだ。これ以上。Oh. Hmm.誰からどんな噂を吹き込まれたのか知らんが、仮にそれが本当のことだとしても。君に会社のことを心配してもらわなくても結構だ。He's really tight-lipped about it. またそんなことを聞くためにわざわざやってきたのかね。ご苦労なことだ。私は忙しいんだ。つまらないことに付き合わされていい迷惑だよ。アキラさんは遺言公開の日誰かと会っていたようですが、ジローさんじゃありませんか？私よ。アキラと会う？冗談じゃない。あんな奴と話すことなど何もない。やれやれ、君が何を言いたいのか分かったよ。私がアキラをそそのかして兄さんを殺させたと思ってるんだろ。 I don't know, maybe. 大した推理だね。どう思うと君の勝手だが、君の探偵ごっこに付き合うのは真っ平だよ。 Okay. We're just gonna move my VTuber a little more. Here we go.もう会うこともないだろう。どうしてもまた会いたいっていうのなら、証拠でも何でも見つけてくればいいさ。もっともあればの話だがね。Are you trying to say? Why would he say that? That's weird. 私は君と違って忙しいんだ。失礼するよ。指名手配されたアキラが警察に捕まれば全てがはっきりするはずだが、よし、今日も明神村で聞き込みだ。調査しなきゃならないことはいくらでもある。 Okay. So I guess we're going back. We're going back. Oh, now we're in the front.様子が変だ。村の人たちが集まってるけど、何かあったのか。
ああ、ちょっと大変ですよ。恐ろしいことになってしまいました。Oh, no. 村の人たちが蘇ったキクさんの姿を見たと言って、さっきから大騒ぎなんですよ。What? え？What do you know about it? 何か言おうと思っていたんですが、oh, no. 何でしたっけ？僕に言われたもん。What were you gonna tell me? 村の人たちはみんな青ざめた顔をしている。キクさんが蘇ったと信じているのか。やはりあの屋敷には何かあるんでしょうか。伝説の通り、キクさんが墓から出てきたんだって村中大騒ぎですよ。でも人が殺されたとなるとただの噂話とも思えませんね。Yeah. You're right, you're right.Just try to talk to the nearby people. すみません、少しお話を。あんた、またここに来なすただか。I have, yes. わしらの話は本当だったべ。キクさんが墓から出てくるのを見たというもモールだ。恐ろしや。Do you know? もう聞かんでくだされ。恐ろしや恐ろしや。ひどく怯えている。Can only talk to her. あんた、もうあの家に関わるのはやめなされ。恐ろしい目に遭うのは目に見えとる。命を落とさんとも限らんぞ。伝説は本当じゃった。じゃがこれだけじゃねえ。怪しろ家にはこれからもっと恐ろしいことが起こるに違えねえだ。あんた、もう怪しろ家に近づかん方がええ。はい。幹事さんを殺害した容疑者としてもう綾代明が指名手配されていますよ。その男が犯人だとお前さん信じとるんか。とんでもねえだ。こりゃキクさんのたたりだ。 She thinks it's Kiku.誰じゃそりゃ。この村でも評判の美しい人じゃった。呪われた綾代の家に咲いた一輪の花のような人じゃったの。綾代家の後継者の印。Just saying the same thing. Okay. Okay. 村の人たちが集まって話をしている。Oh my god. Bus stop? バス停だ。待合所にはいろいろな貼り紙が貼り出されている。軽トラが止まっている。この辺りで働いている人のものだろうか。何の声だ。Anything else I need to know about? Anything else? 自転車が止めてある。通勤や通学で駅を利用している人がいるんだな。We asked her about everything, so I guess we go back to the station clerk. は?何のご用ですか。 I don't remember.
Nope, nothing. Was it about the symbol? Was it about Yuri? ユリさんかどうかは分かりませんが、上品なご婦人がたった今綾代家の方に行かれましたよ。Let's go. We're heading back to the mansion, and now it's open. Akane.おはようございます。Good morning. 香織様がお見えですが。香織様は幹事様の奥様です。今にいらっしゃいます。This isn't good. Shakanji's wifeI love her cheekbones. あなたは？宇津木探偵事務所の者です。はじめまして。綾代香織さんですね。こんな時に申し訳ないのですが、少しお話を。夫が、アキラが、アキラはどこにいるの？ねえ、アキラはどこ？Oh, man, I feel so bad. 落ち着いてください。あまりのことに取り乱すこの女性、綾代香織は綾代幹事の妻であり、容疑者アキラの母親だ。Man, she's going through a lot. 世界的なファッションデザイナーである彼女はパリから急遽帰国し、この屋敷に駆けつけてきたということだった。こんな時に心苦しいのですが、事件解決のためにご協力いただけませんか？ええ、もちろん。有名なファッションデザイナーである彼女はたった今パリから帰国したばかりだ。仕事一筋の主人は家庭を顧みない夫だったかもしれません。まさか突然こんなことになるなんて。最近では離れて暮らしておりましたから、アキラも。I feel really bad. そうだわ、あなた探偵だったわね。アキラを探してちょうだい。私にはもうアキラしかいないのね。お願い。わかりました。お引き受けします。綾代明はこの事件の鍵を握っているだろう人物だ。いずれにせよ見つけ出さなければならない。Either he's in hiding or he's dead too. 私、何が何だか。それよりも明はどこ？どこにいるの？私、何が何だか。それよりもアキラはどこ？どこにいるの？ Okay. Sounds like she's not gonna talk about anything else. Here? アキラさんの居場所に心当たりはありませんでしょうか？ Yeah. アキラじゃありません。あの子にこんな恐ろしいことはできないわ。アキラは犯人なんかじゃない。香織さんがアキラを思う気持ちは痛いほどわかる。綾代アキラを探す手がかりでもあれば、慰めの言葉の一つもかけられるのに。 Yeah, we can't do anything if we don't know where he is. Senzo. ここにはいないようだ。 But Akane's here.
来ないな。茜さんもいないみたい。Travel to Kiku's bedroom. Oh, there he is. おはようございます、善造さん。あ、おはようございます。お出迎えもせず申し訳ございません。あ、そうそう。今に幹事様の奥様、香織様がお見えですが。はい、茜さんに聞きました。すでにお話を伺ったところです。さようでございましたか。実はあれ以来気になってタバコ入れを探しているのですが。Did you find anything? どうしても見つかりません。やはりアキラ様がどこかへ持って行かれたのでしょうか。茜にも聞いてみたのですが、知らないようです。そうですか。アキラ様が持ち出されたとは思いたくないのですが。I think he took it. どうしてこのようなものが。アカネも知らないと申しますが。I don't believe in Akane, to be honest. Do you know anything so far? 何か気づいたことや思い出したことはありませんか？Come on, Zenzo, we're in this together. 申し訳ございません。お役に立てそうになく。本当にアキラ様が犯人なのでしょうか。I don't think so. 香織様の姿を見るのが私つる。菊様が亡くなってからというもの、何か落ち着かない様子です。I wonder why. まるで無口になってしまって。今日はどこかへ出かけると言っておりましたが。Where does she go? まるで無口になってしまって。これから出かけると言っておりましたので、すでに屋敷を出てしまっているかと思います。shucks. キク様のことといい、今回の幹事様にいたしましても、あまりにも不自然なところが多すぎるように思えてなりません。Pretty sure it's dealing with the Ayashiro Corporation. 今にして思えば、なぜ菊様のご遺体をもっと熊田先生に調べていただかなかったのかと悔やまれます。どうか真実を見つけ出してください。菊様と幹事様のために。I'll try my best, Zenzo. はい、全力を尽くします。Yes, I promise. I don't know where else to go though. 前にお話したことぐらいで。Anything more about the tobacco case? 考えたくはありませんが、やはりアキラ様がどこかへ持って行かれたのでしょうか。Maybe, Zenzo.探偵さん、お話はもう終わりなの？いえ、もう少しお願いできますか。 Something not sitting right.そうだわね、探偵さん、これを、これを見てちょうだい。え、これは。Is that a Kira? これはアキラの写真です。かなり前に撮ったものですが、今手元にはこれしか。
これは重要な手がかりだ。わかりました。任せてください。He looks so young. どうかこれでお願いします。行ってしまった。耐えられなくなってしまったんだろう。どこかで見たよ。 Interesting, have you? 電話が鳴った。 The phone. We're gonna answer it. しかない。僕が出るしかないか。もしもし。その声はあなたね。あゆみ。あゆみちゃん、どうしたんだい？例の骨董品隣町の骨董品屋に綾代家の家紋の入った壺があったの。お店の人の話だとね、20代前半ぐらいの男から買い取ったものだと言ってたわ。 That's Akira. 20代前半。アキラは23歳だったな。それともう一つあるの。菊さんが死ぬ少し前にね、アキラを乗せた車を見かけたというアキラの友達の証言があったの。運転していたのは40歳ぐらいの男の人だったということよ。 Is that Jiro? とりあえず急いで教えた方がいいと思って電話したの。他にも何かないかもっと調べてみるわね。あ、頼んだよ。それじゃあ。ええ、また事務所でね。やはり骨董品を盗もうとしたアキラによるとっさの犯行なのかな。それにしてもアキラと車に乗っていたという男性、それが遺言公開の日に会っていた相手なのか。何か手がかりが見つかったのですか？I have, Zenzo. あゆみちゃんが見つけてくれました。それはそれは、あゆみ様もさすが宇津木探偵事務所の一員、優秀な方なんですね。とても頼りになります。それでは私は仕事に戻りますので、何かご用がありましたらお呼びください。 Thank you, Zenzo.そういえば、昨日の警察からの電話では解剖の結果が出るには少し時間がかかるって言ってたな。そろそろ出ただろうか。 I guess we're going to Kumada. そうだ、熊田先生のところに幹事さんの解剖結果が届いているかもしれない。確認しに行ってみよう。 YesHopefully they're in. こんにちは。お邪魔します。あら、こんにちは。探偵さんがお見えですよ、先生。Thank you. おお、君か。たった今、幹事の解剖の結果報告があったぞ。本当ですか？聞かせてください。Yeah, let's hear it. Let's hear it, Dr. Kumada. Show. それが妙なんじゃ。警察の話によれば、幹事はナイフで刺された時はもうすでに死亡していたであろうとのことなんじゃ。アキラの手によるとっさの犯行ではないかもしれないということですか？まあそういうことじゃな。ところがナイフの傷以外に死因とみられる外傷は何も見当たらんそうじゃ。それじゃ幹事さんはどうやって殺されたんですか？
謎じゃのう。Mystery indeed. Anything else? ナイフの傷以外に死因とみられる外傷は見当たらん。幹事はどうやって殺されたのか謎じゃの。先生、この写真なんですが。Sakira. ん？これがそのアキラじゃと。そうそう、こいつじゃ。キクさんとこへ来とったのは、ずいぶん前の写真のようじゃの。これはアキラの犯行ではないと考えていいんでしょうか。どうじゃろうな。幹事の死体のそばの鍵からはアキラの指紋しか出んかったことじゃし、警察は引き続きアキラを探しとるようじゃが。Anything else about Kanji? ナイフの傷以外に死因とみられる外傷は見当たらん。幹事はどうやって殺されたのか謎じゃの。 Okay. What else is there to do? 前にも言ったじゃろ。今まで話したことくらいしか知らんわい。他に何か気がついたことはありませんか。 Yeah. そうじゃの。お前さんが今着ておるシャツのサイズがちょっと合っとらん。What? それくらい。My shirt. お前さん、今着ておるシャツのサイズがちょっと合っとらんの。そういえば、あゆみちゃんも僕がこのシャツを着ているところを見たことがないと言ってたっけ。青いシャツのことも気になるし、一度天地さんのところに顔出してみよう。 Okay, I guess we're gonna go see Amachi. お邪魔しました。 That's very strange.はい、アマチ。アマチさん、僕です。ああ、君か。今開けるから入ってくれ。どうだい、記憶は戻ったのかい。いえ、まだ完全じゃないようです。 Still patchy. そうか。それにしても僕もニュースを見ているが、君が巻き込まれたのは大変な事件だね。しかし僕は君自身のことが心配だよ。気をつけるんだよ。はい、ありがとうございます。このシャツ、もしかして。Is this your shirt? It seems too small. え？ああ、その服のことかい？そのシャツは僕のいとこのものなんだ。Who's your cousin? 君のシャツはひどく汚れていたので、クリーニングに出してしまったんだ。戻ってくるまでそいつを着ていてくれないか？ Are you telling me I only had one shirt?I've been wearing this the entire time, ever since, the beginning? あ、そうだったんですか。ありがとうございます。お借りします。
is your cousin, though? 何か君の力になれればいいんだけど。Let's show the photo. これがアキラという人なのか。これはかなり前に撮ったものなんだそうです。ああ、そう。ちょっと古い写真なんだね。Yep, it's a very old photo.僕も君のことで何か分かったらすぐに知らせるよ。だから君はあの崖で手がかりになりそうなものを探してごらん。はい、早速行ってみます。 What if I see that girl that's there? Bye, Amachi. You came to meet someone. それどころか、ここへ来たということさえ思い出せない。この場所で誰かに会う。僕はあゆみちゃんにそう電話で伝えたようだ。Yeah, he was going to meet someone. 前蔵さんも僕が誰かからの電話を受け、重要な情報が手に入るかもしれないと出て行ったと言っていた。ダメだ、何も思い出せない。 Come on, remember. Remember. Why is Kira's name here? 人影はない。呼んだところで。What about Hekichi? 人影はない。手がかりになりそうなものなんてやっぱり何も見つからないな。Have to look around again? この崖は自殺の名所だったのか。手がかりになりそうなものは何もないな。よく調べなきゃ。I have to look carefully, okay. Trying to look carefully. ここから四五メートル下に僕が天地さんに助けてもらった草むらがある。静かな海だ。いい眺めだな。Telling me to look carefully, but I don't think there's anything. この崖は自殺。手がかりになりそうなもの。手がかりになりそう。Yeah, I really don't see anything, guys. I guess we'll just go back. はい。アマチさん、僕です。ああ、戻ったんだね。入ってくれ。I literally found nothing. どうだった？うなかみの崖で手がかりになりそう。僕も君のことで。だから君はあの崖で。それが行ってみたんですが、やっぱり何の手がかりもありませんでした。Yeah, I couldn't find anything. そうか。残念だったね。そうそう、思い出した。君は気を失っていた時、上事でしきりに、お守りがどうのこうのって言ってたよ。どうだい？何か。お守り？タリスマン。お守りって言ってたんですか？
そうだ、確かにそう言ってたよ。あの様子じゃよほど君にとって大切なことなんじゃないかな。 It must be. そうなんでしょうか。もう一度崖に行ってみたらどうだい。今度こそ思い出すことがあるかもしれない。そうですね、行ってみます。Talisman. The only person. Oh. Dora Koi. Are you Yuri? Just a little bit. What? 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 What?失礼ですが、こんなところで何をしているのかって思われちゃったかしら。 Yes, I am. 私はここで人を待ってるだけ。結婚の約束をした恋人を待っているの。彼は町を出て行く時こう言ったわ。必ず成功してきっと迎えに来るって。そして今年がその約束の年なの。そうですか。あら、私ったら見ず知らずの人にこんな話を。ごめんなさいね。私は藤宮ゆき子と言います。ゆき子？藤宮？あなたは？ I'm Rose. あ、すみません、僕は宇津木探偵事務所の者です。この辺りで起きた事件を調べています。少しお話を伺ってもいいでしょうか。ええ、構いませんけど、私でお役に立てるのでしょうか。What do you know about the cliff? そう、ここが二人の思い出の場所なの。 OK。So you know, have you seen me before? あなたこそこんなところで何をしているの？ Remember? Okay. Talisman. ごめんなさい。私の知らないことみたい。Something's wrong with my eyes. ごめんなさい、お役に立てそうにないわ。私はここで人を待ってるだけ。結婚の約束をした恋人を待っているの。二人の思い出の場所、この海中身の崖で。 Who would that be though? Do you know anyone named Yuri? あ、綾代ですって。あなた、私が待っている人っていうのは綾代和人っていう名前なのよ。和人？綾代和人？あなた和人を知っているの？あ、いえ知りません。僕は綾代家の調査を依頼された探偵なんです。そうだったの。綾代家の事件のことはテレビで知りました。確かにカズトと同じ名字ですけど。カズトがその綾代家の人間なのかどうか彼から聞かされていないんです。そうなんですか。確かにここまでの調査で僕は綾代カズトさんという名前を聞いたことはありません。 Yeah, it hasn't. そうなのね。That's weird. いくら呼んでもあの人は現れないの。でも私はいつまででも待つわ。Aww, that's so cute. Yeah, tell me more about him. 差し支えなければ
和人さんのことをもう少し詳しく教えていただけますか。私と同じ隣町に彼は母親と一緒に住んでいたわ。そしてお母さんが亡くなられた後、彼は法律家になると言って町を出たの。必ず成功して迎えに来ると私に言い残して。ユキコさん、お話ありがとうございました。カズーちゃん、 That's weird。 お帰りなさいませ。本日はもう事務所にお戻りかと思っておりました。先日二郎様は警察へ事情聴取のために出頭なさったようです。しかしアリバイが成立ということですので、今日もお仕事に励んでいらっしゃったことでしょう。警察も何を言い出すことやら。よりによって二郎様を疑うとは。前蔵さん、綾代和人ってご存知ですか。どこでその名前を。There's just more secrets here。 いえ、隠していたわけではないのですが、実は和人様というのはユリ様の弟なんですよ。But why did Kiku never mention him too, especially in the will?ユリさんには弟が。はい、しかし菊様の本当のお子様ではないのです。旦那様は綾代家の席に入れて我が子として育てられました。So Kazuto is adopted。 この屋敷に住んでおられたんですか。はい、和人様とその母親は当時この屋敷の離れに住んでいらっしゃいました。ところが、旦那様が亡くなられてからは菊様に疎まれてこの屋敷から出て行かれました。 Wow, that's rude。 今頃どこでどうなさっておられることやら。和人様とユリ様は本当に仲のいいご兄弟でした。家を出られる時もユリ様は和人様が気がかりでしたでしょう。和人様ならユリ様の居所をご存知かもしれませんね。お守り。はて何のことでしょう。ちょっと心当たりがございませんが。ところで和人様のことをどなたからお聞きになられたのですか。和人さんの婚約者だという藤宮由紀子という女性から聞いたんです。実は和人さんは法律家になると言い残して町を出てしまって、今どこにいるのかわからないそうです。 What if Kazuto is Kanda?Because Kanda is like a lawyer as well. Kazuto様も行方が。Or it could be two completely different people. I'm just bad at detective games. Kazuto さんは今年戻ってくるそうです。ユキコさんはその帰りを待っているとおっしゃっていました。さようですか。菊様の亡くなられた年に戻られるとは、何か因縁めいたものを感じますね。 Yeah, that's too much of a coincidence。 確かに綾代和人となる人物は事件とは無関係なのか。それとも。お話の途中ではございますが、もうすっかり日が落ちてしまいましたよ。
あ、本当だ。もうこんな時間なんですね。Thank you, Danjo. それでは、今日はこれで失礼します。はい。どうかお気をつけて。Man, the plot just thickens more with all these other characters that are just coming up. すっかり遅くなってしまった。あゆみちゃんもとっくに帰ったみたいだな。あゆみちゃん、今日もお疲れ様。おはよう。昨日はずいぶん遅かったのね。伝えたいことがあって待っていたんだけど、ちっとも帰ってこないから心配してたのよ。あ、ごめん、心配かけて。それで伝えたいことって？実は私、あなたに電話した後、アキラがよく出入りしていたというスナックへ行ってみたの。そこで聞いたんだけど、アキラはヤクザに借金して、ずいぶん困っていたらしいの。最近どういうわけか、溜まっていた借金をすべて返済しているのよ。Because he sold these antiques. それどころか、アキラは仲間たちに、自分は未来の怪しろ商事の社長だって言ってたんだって。キクさんが死ぬ少し前のことよ。ただ、アキラを乗せた車を運転していた人のことについては、それが誰だったのか分かんなかったの。ごめんね。でも、その男の人っていうのは、3、40代の紳士風の男性で、What if that was Kazuto? アキラと一緒にいるのが、とても不自然だったそうよ。不自然か。少なくとも、ただの友人ではなさそうだな。あゆみちゃん、今日の調査の前に推理を手伝ってくれるかい？もちろんよ。Hey, let's speculate. アキラは盗んだ骨董品を処分した金で借金を返したんだろうか。またどういうつもりか。アキラは自分を未来の社長だなどと触れ回っていたという。そのアキラと一緒に行動している40歳ぐらいの男とは誰なのか。漢字殺しは盗みを見とがめられたアキラのとっさの犯行だと思われていたが、漢字はナイフで刺された時すでに死んでいたらしいことが新たに分かった。だとすれば、この殺人は計画的なものなのでは。キクの死といい、漢字殺しといい、これら一連の事件は全て誰かの都合のいいように進んでいるじゃないか。I'm pretty sure. あら、電話だわ。誰かしら。はい、宇津木探偵事務所です。え、わ、大変よ。Oh my god. Someone else die. 大変です、ジロー様が、ジロー様が。わ、ジローさんはどうしたんです？もしもし、ゼゾさん。わ、心不全で死亡した綾代家の当主、綾代菊。綾代家執事である善蔵はその死に不審を感じる。善蔵より調査を依頼された私立探偵のあなたは、調査中に起きた事故で記憶を失った。死人よみがえりの伝説が残る明神村で、やがてあなたは莫大な遺産と権力争いをめぐる複雑な事件に巻き込まれる。綾代商事の社長幹事が土蔵で殺され、事件は殺人へと発展した。
そして今またあなたに。羊からの電話が何かを告げた。幹事の弟、綾代二郎に一体何が。Is he dead too? あなたは明神村へと急いだ。明神山で僕を待っていたのは変わり果てた綾代二郎の遺体だった。 Oh my god。 なぜ二郎さんが。 おいおい君、勝手に入ってきてもらっちゃ困るよ。ああ、なんだ、よく見たら宇津木さんのところの探偵君か。分かっているだろうけど、現場は荒らさないでくれよ。それと、今熊田先生が検視をしているから、邪魔しないように。わかりました。It's just leading me to Akira now because he kept telling his friends that he's going to be CEO of the corporation. So now that both of the brothers are dead, now that Kanji and Jiro are gone, like who else is going to run it now? 見るからに自殺だね。 I don't believe that. 詳しいことは熊田先生に聞いてくれよ。Body? 見るからに自殺だね。 OK。 自殺の可能性は高そうだけど、現場で遺書らしきものは見つかっていないようだね。 Yeah。 幹事さんが殺された現場でも出会った警官だ。Oh. Oh no, that's not good. Ayashiro Jiro's body is powerless. Oh man. Oh my god.Oh no! Dr. Kamada!現場を調べているようだ。熊田先生！お、君か。見ての通り大変なことじゃ。Oh man.見た限りでは首吊りによる窒息じゃな。死亡推定時刻はいつくらいですか。昨夜0時から1時頃じゃな。発見者は今朝散歩にやってきた前蔵じゃ。 Oh my god, 前蔵 again. Midnight at 1 a.m. 幹事さんに落ち着いてまた前蔵さんが。I know, I'd be traumatized already. Like that. And what else do you know? 何か現場で気がついたことはありませんか。見ての通りじゃからの、これといって気がついたことはないの。We're just gonna talk to Zenzo. 発見者だと聞いたけど、
ここに善造さんの姿は見えない。屋敷にいるんだろうか。 Yeah, he's probably shaken up. おお、なんじゃ。Anything else? 見ての通りじゃからの。Vista wants us to look at the body again. やけに練りに行った縄の結び方だ。二重三重にくくってある。熊田先生、ロープが気になりませんか。うん、そういえばロープの締め方にえらく念が入っておるようじゃ。確実に死にたかったのかの。善造に話があるか。善造さんにもご遺体発見時の状況を聞いておきたいんですが。Oh, man. 屋敷の門に用があるなら声をかけてきてやる。わしは病院へ戻るから、そのついでじゃ。すいません、助かります。 Thank you, Dr. Kumada. 熊田先生が戻っていった後、しばらくして善造さんとあずささんが現場にやってきた。Oh, right. There's a suicide. Jiro-sama. Oh, Zenzo. すみません。そちらに伺いもせず、一刻も早く現場を確認しておきたかったので。なぜこのような不幸なことばかりが怪しろけに。昨夜の0時から1時頃はどうされてました。I know you're just doing your rounds, but... 夕べは早く休みましたが。Turned in early. 善造さん、次郎さんを最初に発見されたのはあなたなんですね。はい、さようです。あの時は驚いて声も出ませんでした。ジローさんについて何か気がついたことがありませんか。実は昨夜ジロー様が屋敷にいらっしゃいました。うん、そうだ、ジローさんは普段屋敷にはいないんだったな。忘れ物を探しに戻られたジロー様は容疑も晴れ、ほっとされておられましたのに。探し物は見つからなかったようですが。However, 昨夜忘れ物を探しに戻られた次郎様、容疑も晴れ、ほっとされておられましたのに。幹事兄さんの次に次郎まで。一体どうなってるのよ。 Y'all are cursed. Alibi. 昨夜の0時から1時頃はどうされてました。な、何よ。あなたに言う必要はないわ。 You do actually. あの次郎が自殺だなんてとんだお笑いよ。自殺なんてするもんですか。つまり、次郎さんは誰かに殺されたと。知らないわよ、そんなこと。幹事兄さんも次郎も、アキラが殺したのよ。今度は私を狙ってるんだわ。
アキラさんには、ジローさんやあなたを殺す理由があるんですか？あいつの考えてることなんて、わかるはずないじゃない。その、アキラさんと会っていたという人のことですが。何よ、あなたに言う必要はないわ。I feel like she thinks she's next. Kane. Akane-san は来ていないのかな。Can you tell me now? 念のための確認です。教えてください。昨夜の0時から1時頃はどうされてました？ Yeah, I need to know.屋敷にいたわよ。屋敷にいたって言ってるでしょ。不愉快だわ。もう話すことなんて何もないわ。Oh man. Oh, she left. Okay. Get back here. あずささんが行ってしまった。Connie's not here either. Connie さんは来ていないのかな。The only one to talk to is Zenzo. なぜこのようなことに。Okay. あの時は驚いて声も出ませんでした。まさか、ジロー様が。あ、そうそう、そういえば、ジロー様がお帰りになられる前、神田様からの電話を。アカネが取り次ぎました。神田弁護士からジローさんに電話。間違いないか、アカネさんに確認してみよう。 Can we call アカネ now? アカネさんはどちらに。アカネでしたら屋敷におります。 I feel like she's not gonna say anything now. じゃあ話を聞いてきます。警察の方が私にお話があるとのことですので、今しばらくこちらにおります。ご案内もできず申し訳ございません。 That's okay, Zenzo. Thank you. 気にしないでください。Man, the plot just thickens. Akane-san.ジロー様が。ええ、そのことでお話を聞かせていただけますか。はい。昨夜の0時から1時頃はどうされてました。ジロー様が帰られた少し後にあずさ様も出かけられたので、一応戸締まりして一人で部屋にいました。昨夜、神田弁護士から次郎さんへ電話があったんですか？はい、確かに神田様からの電話を次郎様に取り次ぎました。その電話の後、次郎さんは帰っていったんですね。そうです。次郎さんの死亡推定時刻は0時から1時、ジローさんは神田弁護士に会った後に。これは神田弁護士に会ってみる必要がありそうだ。Yeah. お話しすることはこれといって。
若い頃のアキラ様ですね。今とはだいぶ雰囲気が違いますけど。You guys don't have a thing, do you? Do you guys have a thing or something? I don't suspect. あずさ様はいらっしゃいません。She left. 事件現場からどこかに行ってしまったまま戻っ。善蔵さんは事件現場にいるはず。夕べはあずさ様が出かけられた後に戸締まりして一人で部屋にいました。Do you know anything else?確かに神田様からの電話を次郎様に取り次ぎました。かなり気落ちしている様子だ。まずは神田弁護士の事務所に電話してみよう。番号は。So we're gonna call him, I guess. Kanda 弁護士事務所でございます。もしもし、僕は宇津木探偵事務所の探偵ですが、神田先生はいらっしゃいますか？神田はただいま不在ですが。I can never reach him for some reason. あ、そうですか。ではちょっとお聞きしたいのですが、昨夜綾代次郎という人が来られませんでしたか？来客ならございましたが、その方かどうかは。Why don't you know? 実は。え、その方が自殺？はい。ですので神田先生が何か事情をご存知でないかと思いまして。いや、あの秘書の私でよろしければお話を伺いますので、こちらにいらっしゃってください。 Okay, I'll come in. わかりました、伺います。 Okay. あかりさん、僕はこれから神田事務所に行ってきます。はい、行ってらっしゃいませ。Thank you. This is still a happy song. すみません。Yet the game is so sad and like has a lot of murders and yeah. はい。先ほどお電話しました。宇津木探偵事務所の者です。奥にお入りください。改めまして、神田の秘書を務めております医師の玲子と申します。はい、よろしくお願いします。 Let's talk Let's just start from the top。綾代家の事件については報道されている以上は存じません。 Okay. 昨夜ここを訪れた人がいたんですね。Mm-hmm. 確かに男の方が先生と一緒にお見えになり、しばらく奥の部屋で話し込んでおられました。自殺されたというのはその方なんですか？ Most likely.ここに来た男性がいたことははっきりしたが、それが次郎さんかまでは断定できないな。What about Kanda? 神田先生はどういった方なんですか？お若いのにとても優秀な方です。まだ30代だったと思いますよ。Oh, he's still young. とても仕事熱心な先生は常
常に真摯に仕事に向き合われる方です。先日も以前担当された事件のファイルを熱心に見ておられました。そういう時の先生には近寄りがたいものさえ感じます。勝手に触られては困ります。あ、すみません。Can I take the file? 勝手に触られては困ります。 Why is it giving me that option? Talk about the file. 過去の事件ファイルは厳重に保管されております。綾代家の事件については報道されている以上は存じません。とても仕事熱心な先生は常に真摯に仕事に向き合われる方です。 Did he have a name change by chance? Because if he's in around his 30s, Yuri is around her 40s. So it could be her younger brother if he did change names, because he did want to become a lawyer.触られては困ります。 I'm just thinking that 神田先生の弁護士免許証のようだ。奥はお客様をお通しする部屋になっています。あれもソファーだ。 Okay. Anything else that I should know before I go?この人見たことはありませんか。さあ、会ったことのあるような気もしますけれど、昨日いらっしゃった方の写真でもあればお役に立てるんでしょうけど。次郎さんの写真か。どこかで手に入らないかな。 I'm pretty sure I can get that from the residenceJust have to talk to Zenzo or something. おかえりなさいませ。そういえば、ゆうべ、次郎様はお忘れになった免許証を探しておられました。善蔵さんが言ってた次郎さんの忘れ物というのは、免許証だったんだな。ああ。その時は結局、見つからなくて。そして先ほどソファーの下に落ちていたのを私が見つけました。今となってはもうあの I got it. こちらが次郎様の免許証です。お役に立つかもしれません。ありがとうございます。確かにお預かりします。Yeah. 今は亡き綾代次郎の免許証だ。あの不機嫌そうな表情のままで写っている。お役に立つといいのですが。 You are Akane, thank you. She's being more cooperative. 今は亡き綾代次郎の免許証だ。あの不機嫌そうな。 Now we can travel backto the law firm and show it to Reiko. 失礼します。ああ、あなたでしたか。奥へどうぞ。神田は外出中ですので、お話は私が伺います。Yeah, we can show her now. 昨夜訪ねてきたのはこの人ですか。た
確かにこの方です。昨日お見えになったのは。ああ、この方が綾代商事の専務さんでしたか。あの方が自殺されたとはとても信じられませんわ。I haven't been on my notepad in a while. No injuries other than the police stab wound that could be the cause of death. Hamachi sent my dirty shirt away to be cleaned. Shunned Kazuto's family, apparently forced them out of the mansion in the past. Zenzo is the one who found Jiro's body too.She said she was in the mansion at the time of Jiro's death. Was actually out. Okay, so he was found hung to death on Myojin Mountain. Approximate time of death, 12 a.m. to 1 a.m.To the mansion looking for something he forgot the night before his suicide. Took a phone call from Kanda, the lawyer, the same day. Met with Kanda just before the suicide. Owed money to the Yakuza but recently paid it back. Was seen in a car with an older man before the will reading.Kanji's wife, Akira's mother, returned home from Paris after learning of Kanji's death. Believes Akira to be innocent. We don't know anything about him. Yukiko Fujimiya's lover has the Ayashiro family name, but are they related? Lived with his mother in the same town as Yukiko. Decided to become a lawyer and left the village after his mother died.Promise to Yukiko, let's meet again on Unakami Cliff this year. Yuri's little half-brother entered into the Ayashiro family and was raised as a son by Kiku's husband. Was on good terms with Yuri, was shunned by Kiku and left the family along with his mother after Kiku's husband's death.Transferred a call from Kanda on the night before Jiro committed suicide. Waiting for her fiancé to return on Unakami Cliff. Fiancé's name is Kazuto Ayashiro. Called Jiro the night before his death. That night, someone dropped by the office. The visitor was Jiro.Office manager testifies that Jiro met with Kanda the night before his death. Mysterious beauty that goes to the cliff. Okay, what else do I know about me? Mentioned a talisman in my delirium after falling. Okay, so we're all cut up. お二人はかなり長く話をされた後、一緒に出かけられました。お話が弾んでいたようで、灰皿が吸い殻でいっぱいでしたよ。あの後自殺されただなんて、ちょっと考えられないご様子でした。何をするんですか。用がないならお引き取りください。あ、はい、ありがとうございました。これで失礼します。はい。 I guess I was supposed to try and take the file. 昨夜の次郎さんは自殺するようには見えなかったわけか。
back at the front. Ooh. Yep, now they heard about Jiro. Ayashiro のところでまた人が死んだそうじゃぞ。Ayashiro 家でまた人が死んだ。たたりじゃ。Talking about the curse. あんたまだおったんか。あれほど言うたのに。あやしろ家でまた人が死んだ。たたりじゃ。Curse.お守り?キクさんはよみがえったに違え、伝説の通りになったんじゃ。恨みを晴らすまでキクさんはさまよい続けるんじゃ。キクさんがよみがえったなんて、そんな。いや、キクさんはよみがえったに違えねえだ。だから怪しろ家で次々に人が死ぬだ。キクさんは今夜も村をさまようだ。恨みを晴らすためにな。And someone else? キクさんはよみがえったに違えねえだ。ああ、探偵さん。今度は何のご用です?この写真の人が怪しろアキラなのですが、見たことはありませんか? Yes, have you seen him? その人なんですか?父親殺しで指名手配になっているのは。あ、この写真はかなり前に撮られたものなんです。今は23歳なんですが、さすがにわかりませんね。通りすがりの人の顔をじっくり見たりしませんから。そうですか。そう、わかりませんね。Maybe I'm supposed to ask her about Kazuto.あんたまだおったんか。あ、あの、あんたもうやめなされ。怪しろ家に関わるのはまだお若いのに。怪しろ家のことなんぞ調べておったらあんたもたたられてしまうかもしれんぞ。But do you know Kazuto? もうやめなされ。この写真の人なんですが。なんじゃ?これが怪しろアキラです。ただし、かなり前に撮られた写真なんですが。何?あ、怪しろの。あんたなんてもん見せるんじゃ。知らん知らん、なんも知らん。あんたもうやめなされ。怪しろ家に関わるのはまだお若いのに。この免許証の男性なんですが。あんた本気でその人が自殺したと思うとるんか。この人は自殺なんかじゃねえ。Oh, man. 確かに次郎さんの死因が自殺だとまだ決まったわけじゃないが、そういえばそろそろ次郎さんの検視結果が出てるんじゃないかな。 OK, back to Kumada Clinic. この先生、こんにちは。お邪魔します。
Hello. ああ、君か。たった今警察から連絡があったぞ。次郎の検視結果が出たそうじゃ。Yes, tell me. で、どうだったんです？やはりただの自殺じゃと。何か悩み事でもあったんじゃろ。I don't trust. でも、次郎さんには直前まで全く自殺するような素振りはなかったようですよ。患者さん殺しの容疑も晴れて、これから怪しろ少女を動かしていけるというのに、あまりにも不自然だと思いませんか？ Yeah, why would he just do that? 確かにそうじゃが。Please believe it to be suicide. Do you know anyone by the name of Kazuto? 熊田先生、怪しろカズトってご存知ですか？カズトじゃと。どこで聞いてきたんじゃ。So you do know about him. 確かにユリさんの腹違いの弟じゃ。肩身の狭い思いをしながら屋敷で暮らしておったカズトたち親子を、ユリさんはかばうかのように優しく接しておったんじゃよ。姿だけではなく心まで美しい。まるで天使のような人じゃ。He's blushing. いや、取り立て。しつこいの、君も。照れてるじゃろうが。そういえば診察に来んな。喉はもういいんじゃろうか。わしの言う通りタバコをやめとればよいのじゃが。She smokes. ところで、熊田熊田先生考え込んじゃった。もう何を聞いても無駄みたいだ。Well, I guess we're going back to the mansion. Oh, it's really dark. お帰りなさいませ。どうぞ中へ。Oh, man. 何か分かりましたか？カズト様は菊様の子供ではありませんが、法律的には綾代家の人間と認められます。 Yeah, that's true. あ、カズト様も遺産相続には関係があるのではありませんか？To the Aishira family inheritance. Has Azusa come back? そういえば、あずささんはどちらに？姿が見えませんが。それが出て行かれたきり、お戻りにならないのです。
当分ここにいるとおっしゃってましたのに。ここ最近はずっと部屋にこもっていらっしゃる様子でしたが、急にいなくなられて。She knows something. 次郎様が自殺を選ばれるほどに思い詰めていらしたとは。あの日茜が土蔵の近くでお見かけしたきり、どこへ行ってしまわれたのやら。鍵は私が持っております。土蔵の奥の扉のことでしたら、私にはちょっとわかり。探してはいるのですが。いろんなことが続いたせいか、茜は暇を欲しいと言って実家へ帰ってしまいました。そうですか。無理もないですね。申し訳ございません。お話の途中ですが、今日少し疲れました。あ、すみません。はい、善蔵。今日はこれでおいとまします。はい、お気をつけてお帰りください。茜さんだけじゃなく善蔵さんも参っているようだ。口数も少なくなっていたし。いや、おっ、back at the agency。お帰りなさい。何か分かったの？ What is she wearing? あら、なんだか元気ないわね。何かあったの？思ったように調査が進まなくて。あ、私の調査だけど、結局アキラと一緒にいた男が誰なのかは分からなかったの。どうもここ最近のアキラの足取りがつかめないのよ。そっか。アキラは一体どこに行ってしまったんだろう。あまり収穫はなかったようだけど、今日分かったことを整理して推理してみましょう。 Okay, let's speculate. ジローは自殺の直前まで神田と会っていたようだ。関係者が相次いで消えていく綾代家。ジローは自殺ですって？本当に？あゆみちゃんもやっぱりおかしいと思うかい？白少女を手に入れた矢先に自殺だなんて、もちろん人知れず悩んでいることだってあるでしょうけど、でも、ごめんなさい、推理の途中だったわね。続けてちょうだい。ユリの異母兄弟である綾代和人、彼もまた綾代家の血を引く人物だ。和人は何らかの形で事件に関わりがあるのでは。ねえ、今度は私何を調査しようかしら。His license。あゆみちゃん、これを。ん？次郎の免許証？そっか、アキラと会っていたのは次郎かもしれないっていうのね。わかったわ、調べてくる。これちょっと借りるね。OK。明日から調査を頼むよ。任せて。あなたは明日はどうするの？
More investigation, unfortunately. やっぱり明神村で聞き込みを続けるよ。怪しろカズトのことが何かもっとわかるかもしれないし。Okay guys, that seems like a good place to end the video for today. If you've gotten this far in the video, thank you so much for watching. Please hit that like button and subscribe to my YouTube channel if you want to see more. And I'll see you guys next time for part 4. Bye bye!